はい、どうもこんにちは。トンでございます。ということで、今回は、またね、1年前にも開けたんですけど、針結びをね、やっていきたいと思います。ここで紹介するのは、内掛けとか外掛け結びとはちょっと違った結びです。で、針の、ここの、軸のところに巻きつけるじゃないですか。その上を、こう、糸が走ったりしないんで、めちゃめちゃ強いし、速いし、そして僕が10年以上続けてる結びなんで、もう信頼性は絶対ということで、ご紹介していきたいと思います。そして今日はタイムアタックもねやっていきたいと思います。ぜひねこの結び方を覚えていただいて、何秒で針が結べるのか挑戦していただきたいと思います。それではやっていきましょう。さあやっていきますよ。今回ね見やすいように糸はねピンクのこの糸を使います。まずね、この糸の端からこれぐらいのところを持ってくるんとね輪っかを作ります。で、輪っか作って針を持ちます。こういう感じ。針があってこの輪っかの今交差してるところをね左手で持ってます。で、この輪っかのこの端板あるじゃないですか。これにねこの輪っかの糸をね巻きつけていくんですよ。いきますよ。こう右から順に1回、2回、3回、4回、5回、5回ぐらい巻きました。左手はずっと交差したところを持ったままですね。で、最後に巻きつけたやつを持ち直しました。で、あとはこの端糸を引っ張ると、こういう感じです。さあ引っ張ったらこっちの地元側のこの糸ですね、これを内側へ持ってくると、そうするとねここの結び目が内側へ来ます。そしてそれをそのままこっちにスライドさせると、こういう状況になります。最後はこっちの糸をもう一回歯でガッて持ってギューって縛ったら完成です。結び目をこう内側へ持ってくる理由っていうのが、この針って引っ張るとね、わかります？耳がこういう原理になって、針ってこういう動きになろうとするんですよ。針先がこうかかろうかかろうっていう動きになるんですよ。だから糸を引っ張ったら針先がこう引っかかる方向に動いてくれる。だからこの内側へ結び目は持ってこないとダメなんですよ。こういった感じで結びます。はい、糸がありまして輪っか作ります。針を持ちます。こういう状況にします。この輪っかの糸を、この端糸の一番針先の側、一番右側ですね。こちらの方に一回くるんとするんですよ。そうすると、ここが軸になるんで、そこを起点として内側に巻いていく。1回、2回、3回、4回、5回と。まあ5回ぐらい巻きつけたら十分なんでね。ずっとね、この左手は固定したままで、ここを押さえたまま、この端糸を引っ張ると。こういう状況。ほんで、最後にね、内側に結び目を持ってきて、それを地元の方へ移動させると。そして、ここをね、もう一回ぎゅーっと締め込めば、完成です。じゃあ実践で何秒ぐらいで結べるんかやっていきたいと思います。タイムアタックですね。で、糸を手に持ってて、針はこの机の上に置いた状態から何秒で結べるんか。最後はね、結び目をちゃんと針の内側へ持ってくるところまでやって何秒かやりたいと思います。それではスタート。さあ今回は1年前に引き続きまして針結びの動画やってみました。この結び方は早いし強いし簡単ということで3拍子揃ってるんで、もし初心者の方でこれから針結びを覚えるよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひこの結び方を習得されてはいかがでしょうか。実際ね、何年もトーナメント大会、もちろん決勝大会でもこの結び方で僕は挑んでますので、
それなりの実績と経験もありますよということでご紹介させていただきました。それではご視聴ありがとうございました。よろしかったらね、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではバイバイ。